皆さんこんばんは。7月29日の翔チャンネルです。今日は参議院選挙が終わって初めての会派総会がありました。新人さんを迎えて、つまり私の後輩も入ってきての初めての会派総会になります。ただ一方でですね、宮沢由加議員、木戸口議員、そして何よりも森幹事長、私も応援をした白新君議員、有田芳生議員などですね、先輩方がですね、多く落選をすることになってしまって、会派としてはシュリンクした状態でスタートをする。つまり、国会の中での質問時間も短くなってしまいますし、委員長や理事のポストも確実に減るということになってきますから、しっかりと存在感を出していかなければ、質問時間などでは、なかなかですね、これまでのように確保できないというところになってきますので、しっかり存在感を示せるような国会の論戦をしていかなくてはいけないというふうに思っています。存在感を出すといってもですね、立憲らしさがやっぱり重要だというふうに思っておりまして、政策本位、綱領に沿った政策をしっかりと持ってですね、それを根幹にしながら質疑をしていくということが必要ですので、なんていうんですかね、最近多いその扇動を仕掛けるとかですね、コルサンチマンを利用して、そのような、存在感の出し方ではなくてですね、あとは少しなんていうのかな、こう科学的根拠に乏しいけれども、それをこうわーっというふうにやるような、方法も日本も増えてきているというふうに思いますし、陰謀論的なものもですね、ネットの中でもてはやされる、こういったこともあるので、そこにいいねがたくさんつくと、そこに頼りたくなってですね、しっかりとしたあるべきその国家像とか、あるべき社会とかというところがですね、こう最近はちょっとその薄れかかっているように思っていますので、私はこうどういう日本に住みたいか、どういう社会にしたいかというところを大事にですね、今後もしっかり質疑をしていきたいなというふうに思っています。今日はですね、皆さんにお知らせです。TikTok を始めました。TikTok 動画ですね、はい。今までも私インスタとかツイッターとかフェイスブックとか、もちろんホームページもやってるんですが、動画ということで TikTok も始めました。今日はちょっと議員会館の私の執務室の中を紹介する動画をですね、ショートで短くいくつか投稿しましたので、ぜひ皆さん TikTok もフォローしていただきたいというふうに思っています。ちょっとこう動きのあるようなものをですね、秘書に撮ってもらってですね、それを皆さんにシェアできたらいいなというふうに思っています。政治を身近に感じてほしいなというふうに思っています。それでは皆さん TikTok もよろしくお願いします。